ゴーカーチャンネル。はい、山下さん、はい、4年乗られてる、そうです、ですよね、はい、4年で16万キロ、はい、私は3年で10万キロぐらいなんですけれども、はい、まあ気に入ってる点、はい、気に入らない点あると思うんですが、はい、山下さんにとってこの V60 クロスカントリーの気に入ってる点、まあ、これはあの中古車で考えてる方、クロスカントリーでもそうですし、多分ノーマルの V60 をお考えの方もね、はい、あのご参考なさっていただけるかとは思うんですけれども、はい、ぜひお聞かせいただければと思うんですが、はい、まずクロスカントリーとして私がこの車を気に入っている点は、うん、私さっきもあの申し上げている通り、その非常に距離を乗るものですから、はい、その長距離の中には、海あり山あり、うん、それから、冬の雪山あり、はい、なんていうそのちょっと過酷なあの普通の道路ではないところを走ることもあるんですね、うん、でそういう時でも、さっきお話になりました、はい、最低地上高が20センチあるということで、はい、下が使えたとか頭の中入ってらっしゃるんですね、すごいです、私はそうだったかなって言いましたけどその20センチの最低地上高のおかげで、はい、下が引っかかることがほとんどないんです、確かにそうですね、はい、ですから悪路を走っても大丈夫ですし、うん、数年前の台風の時に、はい、いろんな交差点が、水没してこの交差点とか少し低くなっているところなんかに十数センチの水たまりができて、うん、あるいはもうひどいところになると20センチ近くの水たまりができているところがあって、うんうん、他の車はこうそこの避けたり、あるいはそこに突っ込んで中であの水没しかけて慌ててる車がある中を、いけるだろうと思って行ったら楽々行けてしまったという、そうですか、はい、あのその最低地上高のおかげでとっても助かっていることが多いです、うん、でそのうちの一つが、うん、あの普段コンビニなんかのコンビニとかファミレスの駐車場の車止めっていうコンクリート の, そのブロックがあるんですが、す、ね、コンクリートブロックまで僕性格が粗雑なもんですからそこまでドーンとつけちゃうんですけど、そこまでつけても、下のリップとかなんかすったということも一度もなくてですね、うんうんうん、それまで実は V40 の時にはガリッとああやっちゃったとかってことがあったんですが、うん、この車にしてからほとんどっていうかゼロです、一度もなくなりましたですよね、私もそれはそう思いますし、はい、もう一個はその、それこそコンビニ入っていくときはいつでもいいんですけど、はい、結構こう段差が急なときありますよね、 そ, すね、はい、それもまあ引っかかりませんもんね、そうですね、はい、でそれとあと、それを実現しながらも、うん、最低地上高が立体中、うん、あ最低地上高で全高ですね、全高、はいはい、全高が立体駐車場、あのゴンドラ式の立体駐車場の、はい、1550でしたっけ、そうですね、だいたい制限があるんです、うん、それ以下に抑えられてるもんですから、それで断られたことが一度もないんです、ですから他の車で、何台かで、じゃあ、みんなでご飯食べに行こうかって言った時に、断られた SUV の車が何台かあるならでこれだけスッと一発で入れたっていう、あクロスカントリーとしてはそういう魅力がこう、うん、ありましたね、そうですね、1540なんですよね、私もあまり気にしたことなかったんですが、ルーフレールをつけて1540ということなので、はい、やっぱ1550以下っていうのは大きいですね、はい、ただ私はね幅が1800超えてるのでそのあたりがちょっと心配だったんですが、はい、大丈夫だったんですか、全く大丈夫です、そうですか、車両感覚が非常につかみやすい車なもんですから、うん、自分の車の角がどこにあるのかという四隅を非常に分かりやすいので、はい、この車でぶつけたことが一度もありません、はい、あ私もないです、はい、四隅でこうぶつけたことが一度もないっていうのがこれ乗ってみると分かりますよね、まあ、そうですね、はい、でやっぱその着座点要は、はい、地上高が上がってるということは、はい、必然的にシートの位置も高くなりますからね、はい、着座点が高くて視界もノーマルの V60 よりかはちょっと高くなってて、はい、見晴らしがいいというのも、はい、一ついいところかなとは思いますよね、それからあともう一つ、うんうん、乗り降りするときにですね、うん、普通の乗用車あるいは普通のステーションワゴンタイプだと、はい、下によいしょってこうかがんで乗るような感じになるんですが、通常の車より65ミリ高いということで、うん、乗り降りが楽なんです、たった65ミリなんですよ、ね、これ大きいですよ ね, 大きいですね、お尻をスッと移動するだけで楽に乗ったり降りたりができるっていうのが非常に楽 で, そ, うです、ね、その時にストレスを感じたことが全くありません、うん、本当その乗り降りのしやすさ、まあ、いつも、はい、今日はちょっとメジャーがないんで測れないんですが地面からだいたい
60センチ前後かな乗った感覚で言うと、はい、だと思うんですね。で SUV ももうちょっと高くて乗り降りしやすい車あるんですが、ちょっと小柄な女性の方だとちょっとよじ登り感が、そういう方にとってはこの高さっていうのはすごくいいですし、はい、さっき言われたね、ちょっと腰を移動量が大きいというのが普通の車だと多い中で、これはそんなことないっていうのはやっぱりそのあたりも、はい、魅力的に感じるところかなというふうに思いますね。あ、 SUV も僕も SUV 大好きなんですけど、うん、SUV の場合かっこいいし、さっきも言ったように最低地条項も高いもんですから、うん、アクロの走行なんかにもとてもいいんですが、はい、乗るとき降りるときに、実はうちに80歳を超えた母がいるんですが、その母が乗り降りするときに、うん、よじ登る感じだとちょっとのお年寄りにはちょっときついっていうところがありまして、そうですね、それでところがこの車にした時に乗り降りが、お年寄りの乗り降りが非常にこれ楽だったっていうこともありますね。あ、はい、なるほどなるほど、はい、やっぱそういうところもね、あのなかなかこう注目されにくいところなんですが、はい、日常使ってる私としてじゃあそういうところがやっぱ魅力的に、はい、そうですね、いい感じるところですよね、はい、それから私のお話もさせていただくことですね、はい、やっぱり先進運転支援がすごいじゃないですか。いいですね、はい、でやっぱり5年前、はい、今はもうそれこそ軽自動車だって ACC ついてる世の中なんですが、はいはい、5年前はまだそんなついてませんでしたけれども、はい、今この車の装備内容を見ても全然引きを取らない、まあ、本当ですね、アシストまではついてないんですが、はい、でもレーンキーピングエイドがついてたりだとか、はい、ACC は完全停止しますしね、はい、そういったところはすごく充実してますし、はい、もう対応されてますか山下さん。対応どころかですね、私静岡県の富士市に住んでるんですが、この愛知県のこの東郷まで片道224キロあるんですね。224キロを一般道路で来たんですが、もちろん周囲の安全を目で確認してステアリングにちゃんと手を置きながら、うんうん、はい、その、運転の支援機能を使って、はい、アダプティブクルーズコントロールがなんか使うって、うん、あの走ってるので、はい、疲れがストレスがないんですね。それも大きいですよね。ずっと一般道で来れるんです。はい。一般道が好きっていうのと、あとすみません、ケチっていうのもあるかもしれませんが、はい、非常に楽です。はい。私はあの高速で通勤してるんですけど、はい、まあ、高速は高速でもちろん楽なので、はい、やっぱりね、これは、改めて、あの本当中古車で考えてる方なんかは、ね、すごくお勧めしたいなというところだと思います、はい、特に渋滞の中楽ですね。楽ですね。あの短時間だったら進んでる止まってる、進んでる止まってるってところ何の操作もなくついていきますし、うんうん、多少渋滞が長くてもボタン一つで、あるいはアクセル一つで車がぐっと前に進んでくれるっていうのは非常に楽ですね。楽ですね、はい、もうあので止まった時にもちゃんと効くというのがいいところですね、はい、これ中に効かないメーカーがあるんですけど、止まった渋滞に入ったからこそ使いたいのに、なんで止まった状態に効かないのっていうのもあるんですけど ね、 はい、でまあ、そんな話は置いといて、はい、でそれからですね、なんといっても燃費がいい。そうです ね、はい、どれぐらいですか燃費、16万キロの車は。あの一度ですね、これあの出そうと思えばいつでも出る燃費なんで、はい、非現実的じゃないんですが、はい、うちの僕の勤務先の静岡市から富士市までの間っていうのは、大きな長いバイパスがありまして、はい、その長いバイパスを、制限速度以下、はい、時速60キロで、はい、これをアダプティブクルーズコントロールをピッとオンにして、はい、それからエアコンのコンプレッサーをオフにして走った時に、うん、26.7 キロリッター 26.7 キロという記録を出したことがありますとか、今でも出そうと思えば出ます。はあ。はい。やっぱそれはディーゼルのトルクと、はい、多段のオートマチックと、そうですね。はい、まあ、ACC の賢い制御でっていうところだと思うんですが。はい、経営なんか僕だってリッター95円から105円の間で入れてますから、それ以前に乗っていた車は廃屋でしたから、廃屋でリッター層はですね、大体8キロから10キロの間の車に乗ってたもんですから、はいはい、それを考えたらもうやめられませんわ。やめられませんね。ね、本当ですね。はい。ちなみにそれは最高記録ですけど、はい、普段乗ってる平均燃費はどれくらいですか。大体ですね、大体街中乗って、うん、でそれから高速道路も使ってたまに分回してで、はい、大体15キロが平均です。あ、はい、よく似たもんですね、やっぱりね、はい、私もそんな感じで高速がちょっと多いと16、7行くかなという気がするんですが、はい、街乗りが増えてくると15前後、はい、15をちょっと切るぐらいの時もありますけれども、はい、やっぱりそれぐらいの燃費と思っときゃいいわけですね。はい、はい、JC08 モードでは当時、19.5 と出てましたけれども、はい、やっぱあれはちょっと架空の燃費なので、やっぱりそれがちょっと悪くなって、そうです、しょうがないかなと思います。出そうと思えば出るから、エアコンをつけて、はい、バイパスなんかを普通に走ってると、まあ、その JC08 ぐらいの数値は、はい、には僕のはなりますね。そうですね、はい、
本当に一定速で、はい、もう加減速ほとんどなしに、はい、高速だけ走ってるであればもう20は楽々超えてきます ね、 そ、 すね、はいはい、そんな感じですよね、はい、でそれをさっき言った燃料代の安さで私も、だいたいその90円台で入れることができるもんですから、はい、大体も満タンにして、距離にして一番多い時は1100キロ以上走りましたけど、はい、まあ毎回1000キロぐらいは走ってくれるので、はい、本当そのあたりは助かってますよね。助かりますね、本当に、はい、ガソリンスタンド行くのめんどくさいって言ってはダメなんですがどうしてもめんどくさくなるもんですから、はい、この車乗ってるとそのあたりいいなというふうに思います、はい。それ以外満足されているところとかあります？そうですね、さっきの話も出ましたけど、うん、疲れないという点、うんうんうん、長時間運転しても疲れないという点ですね、はい、それからあとは、まあ、この、V60 それから V60 クロスカントリー、はいはい、荷物がたくさん積めるんですよね。荷物に乗りますね、はい、荷物が積めるっていうのはこれ非常に楽で、はい、子供が小さい頃なんていうのはもう、チャイルドシート必要ない時には荷物室にボンとぶっ込んで、はい、必要な時にはこう客席にドンとつけてっていうこともできますし、で、あとですね、これ室内も広いもんですから、うん、もちろん居住空間としてもとってもいい車なんですが、はい、チャイルドシートをつけたり外したりがとっても楽なんです。そうですね、それは私も、はい、今はちょっと別のステップワゴンの方につけてるんでやってないんですが、はい、この車につけてる時ありましたけれども、はい、イソフィックスでジャカチャンってやるのも簡単ですし、はい、やっぱちょっと高いからですかね。そうですね、腰を下ろすのもそれほど低くないっていうのはやっぱり良かったなとは思いましたね、はい、うん、そうで、もう一個ね、はい、これはちゃんと誤解を解いとかなきゃダメだと思うんですが、はいはい、前話題に出たんですが、ナビの操作ですよ。ああ、ナビの操作、はい。この世代のボルボのナビは操作がしにくいという変な噂が立っておるんですが、はい、そんなことないですよね。そんなことないです。これは使い方知らないだけですね。右手だけです。そうなんですよ。でこれは前ちらっと、ライブの時にもお話しして、視聴者の安住の矢部さんもそれ知らなくて使ったら感激したというような、はい、話だったんですが、ステアリングの右側に、コントローラーがありまして、そのぐるぐるするのと押すのができるんですけれども、あまりやっちゃダメなのかもしれませんが、聞くからしょうがないんですが、走行中でもできちゃうんですよね、はい、できちゃうんです、はい、できちゃうんですよ。ですからポンと押してクロクロってやってパッてやるとですね、ナビの設定なんか簡単にできちゃうんですよね、はい、でもっと言うと、選曲なんかもできますしね、はい、ボイスコントロールも意外に、うん、今の最新の車よりも、はい、と比べても遜色ないくらいちゃんと認識してくれますね。ちなみに地名とかボイスコントロールは私ですね、自宅へ帰るぐらいしかやったことないんですが、それ以外やったことあります？ちゃんとありますよ。何やりました？例えば、目的地、はい、それから施設、ちょっと施設名をお話しくださいって言うんで、はいはい、例えばそこで、愛知県名古屋駅とか、うんうん、行ったりとかですね、いや、認識しますか？ちゃんと認識します。そうですか。それは時々ただ口の中に何か物入れながらこう喋ってる人とんでもないとこ出したりすることあるんですけど、はい、ちゃんと喋ればマイクの位置も、天井にあるんですよね。そうですね、このマイクね、うん、ちゃんと言葉も拾ってくれるんで。ああ、そうですか。そんなトンチンカンな操作はしません。ああ、はい、そうですか、はい、私ももうちょっと今度から使ってみたいと思います、ね、じゃあ、一方で、はい、不満なところ山下さんあります？これはV60 それか V60 クロスカントリーというディーゼル車全てにそうじゃないかと思うんですが、はい、夜中に家に帰った時にちょっと気を使います、ね。まあ、それはありますね。ただ以前のもっと前10年以上前の、はい、ディーゼル、要するにクリーンディーゼルと呼ばれる以前のディーゼルに比べるとかなり静かなんですが、はい、例えば最近の某 P がつく、はい、ハイブリッドの、はい、車、世の中にたくさんあるハイブリッドの車ってほとんど音もなく帰宅できるんですが、まあ、電気モーターで走りますからね。この車は帰宅すると、うん、すぐ分かります。分かりますね、はい、帰ってきたらすぐ分かりますね。すぐ分かってしまうというのはあります、はい。ただこれはどのディーゼル乗ってもそれは静かだと言ってもディーゼルだということが分からないという車はないと思うの で、 そ、 うです、ね、それはしょうがないと思いますけど、これ誤解をしていただきたくないのは、中に乗ってる時はそんなうるさいわけではないんですよ、はい、で特に、はい、まあ、加速の時ならディーゼル分かるんですが、はい、巡航してる時は非常に静かなんですね。じゃあなんで音が分かってくるかっていうと、まず外に出るとやっぱり音はちょっと聞こえますね。聞こえますね、で、はい、ボンネット開けるともっと聞こえるんですが、はい、中に遮音材が入っておりまして、室内への、音の低減っていうのはかなりされているのはあるかなと思いますね、はいはい。他にありますか？そうですね、あと、気に入らないところっていうのはあんまない。考えてみると、うん、ない。それ以外、音以外は
ほぼない。ただ音以外ではさっきね、ご母さんもお話しになりましたけど、はい、最新のクルーズコントロールの車なんていうのは車線をちゃんと見て車線のど真ん中をずっと走ってくれる、うん、あるいは車線の中の自分の好みの場所をずっと走ってくれるってのはあるんですが、はい、この車は単に逸脱防止までしかついていない、 そこだけですね、うん、はい、やっぱ進むとね、はい、いや実は全く私も同じようなことがありまして、当時はそこまで思ってなかったんですが、はい、パワーテールゲートが、あ、そうですね、はい、XC60 にはあの採用されてたんですが、この車にはオプションでもなかったもんですから、はい、今となってあの足でピュッとこう上げてくるといいなというのは一つ思いますね。はい、わざわざ意外にまだ他に不満点がありまして、乗り味がちょっと硬い感じる時があるんですよね。あ、そうですか。あの実は僕はこれ買う時に、はい、普通の V60 とこれと乗り比べたんですね、うん、はいはい、普通の V60 もすごくいい乗り味なんです、うん、普通のいい乗り味なんですが、こっち乗った時にもっとふんわり僕は感じたんです。実はそうですか、あの運転席ですけどね、でなぜだろうと思ったら V60 の方は若干スポーティーに作ってある、うん、あの R デザインなんかもっとスポーティーに、もっとすごいですね、スポーティーに作られてるんですが、普通の V60 は若干スポーティーに作られてる。これはあのサスペンションストロークも長く取ってある分、うん、非常に乗り味が僕は柔らかく感じました。そうですか、はい、感じ方がやっぱ違いますね。まあ、はい、私いろいろフランスの車とかも結構乗ってるからそういう風に思っちゃうのかもしれないですが、はい、もう少しね路面の凹凸をねうまく吸収してほしいなと思う場面があるんですよ、はい、で特に1回だけ私ね鉱石乗ったことあるんですよ、鉱石の乗り心地がね、はい、ちょっと重厚感があるといいなって、意外にこう跳ねる感じ、はい、後ろ足があの XC70 と共有してるらしいんですけれども、はいはい、なんかそれが影響してるのかなってちょっと思った、はい、でもあれ乗り心地がそのゴツゴツして不愉快っていうほどではないんですよ、はい、あの贅沢を言うともうちょっと吸収できたらいいなと思う場面があるというふうな話、はい、でこれは実はタイヤによっても随分違いまして、なるほど、ね、私が一番最初につけてた、はい、もうタイヤ何本目ぐらいですか、今僕何本目でしょう、だいたい5万キロごとに変えてるんで、それでもだいたい3本目、3本目ぐらい。あ、でも、でもあれですよね、これプラス、冬はスタッドレスが別にありますんで。で、さらに、本当はこのホイールじゃないんですよね。そうなんです。18インチの方を、はい、つけられててっていうのもあったと思うんですが、はい、一番最初についてたタイヤがコンチネンタルの、そうです、そうです。マッドアンスのタイヤで、はい。あれはちょっと硬かったですよね。ちょっと硬かったです。コンチネンタルはもともとやっぱ硬くて、メルセデスについてるコンチネンタルも硬いなと思ったことありますし、はい、これについても硬くて、あんまコンチネンタル、個人的な趣味ですよ。あんま好きじゃないんですが、ちょっとそれが、あれで、で、今年ビューロー、ダウンロップのビューローに変えたら、ずいぶんしなやかになったんで、はい、タイヤ変えるだけでもずいぶんイメージが変わるというのは一つあると思います。僕も最初についてたコンチネンタルは、はい、確かにちょっと硬かったし、ロードノイズも多かった気がするんですね。そうですね。やっぱマッドアンド、今マッドアンドスノーですか？いや、実はその後、うん、適当に乗っても岩に乗り上げても大丈夫なものが欲しいって言ったら、はい、タイヤさんに勧められてピレリのスコーピオン、SUV 用のピレリのスコーピオンにしました。そしたらサイドウォールが若干丈夫にできているので、これは適当に扱っても存在に扱っても大丈夫なタイヤだと聞いて、うんうん、ピレリスコーピオンを僕つけてます。ピレリもなかなかいいタイヤで、はい、お値段もなかなか魅力的ですし、はい、私もピレリは好きなところであるので、まあ、今回はちょっとピレリじゃなかったんですけれども、はい、ね、タイヤでやっぱ随分フィーリング変わりますよね。一時履いてたミシュランはとっても良かったですね。そうですか、はい、ミシュラン高いですけどね。高い、でも高いんですけど、値段は例えば値段が2倍高かったとしても、うん、値段が 1.5 倍だとしても持ちは2倍ぐらいに持ちますから。ああ、そうですか。ミシュランのタイヤの持ちはすごいと思います、はい、そういうことを考えるとコンチネンタルのタイヤも随分持ちましたけどね。あ、持ちますね。コンチネンタル持ちますね、うん、だからこの車乗り心地はいいんだけど、はい、持ちがどうかっていうのはちゃんとそれはレポートしなきゃダメだなというふうには思うんですが、多分ですね、普通の方は、うん、タイヤの寿命が来る前に車買い替えちゃう方が多いんじゃないかと思います、うん、そうですね、まあしょうがないですね、これはね、はい、でそれ以外に私まだ細かいところで気になら、こうなってたらいいなと思うのは、実はこれオートハイビームがついていてカメラで認識してるんですけれども、はい、もっとすごいのが、普通はだいたいオートでハイかローにするだけなんですが、はい、ハイになってても対向車とか先行車の部分を
こう消すのか、ロービームかなんかにする機能がついてますよね。あ、ついてますね。はい。なんとかという機能が。眩しくない場所だけ、うんうん、相手の車に対して眩しくない場所だけ、つまり相手の車のお尻は照らさないで、例えば先行車両が、うん、そうですね、両側だけ照らすとか、はい、対向車が来た時に対向車の場所だけ下げて、相手の車に当たらない路肩部分だけ上げるとか。そうですね。すごいですよね、これね。で、それは、アウディの、なんだっけ、なんとかライトっていうのが最初かなと思ったんですが、はい、これがね、ついてた、これはキセノンなんですけれども、はい、そういう風なアダプティブベンディング機能だったかなっていうのがついてたもんですから、感心して、それはすごく感激なんですが、はい、明らかに先行車も対向車もいないのに、ハイビームにならない時があるんですよ。はい、で、その時に、さあハイビームにしようと思ってもですね、あれ、オートのオンオフしかできなくて、はい、真ん中のところで保持しときゃハイの状態ですが、はい、ずっと持っとかなきゃダメなんですよ。ずっと持ってなきゃいけない。そう、はい、それがね、私気に入らなくて。で、オートライトにしてなくて、普通のオンにしておけば、はい、手前に引けばオートハイビームじゃなくなって、単なるハイビームになるから、まあ、それで解決しろって、いや、まあそうなんですけれども、いや、オートにしとっても、なんかすりゃ、ちゃんとね、その、自分で故意にハイビームしたときは故意にハイビームなっとってほしいなと思うんですけど、はい、それがこれありますよね。僕、豪華さんがおっしゃるのと、はい、全く逆のことがありまして、対向車が来てるのに、ずっと上向きのままっていう。ああ、そんなことないですか。おいおい、来てるんだけど前からっていうときがあって、うん、ね、そういうときには、わざと、オートを消して、うん、その、マニュアルにして、下に下げるってことが、たまにありますね。ああ、そうですか。1週間に1度ぐらいですけど。そんなにまず、はい、私はそういうことはあんまないんですけどね。はい、で、これが、新しい、はい。V、まあ、新しいボルボになりますと、はい、別の方式に、こう、リングの部分で、オートハイビームを設定できるようになりましたので、はい、手前に引けば、故意に、手前だったか奥だったか忘れましたけど、はい、故意にハイビームできるようになったので、今の最新モデルは、いや、ちゃんとそこは改善されたんだな、というのは、思いましたけれどもね。はい、それから、ナビの到着予想時刻が変わりすぎますね。そんなことないですか？変わりますね。これ困るんですよ、本当に。そうですね。周辺の道路事情によって、はい、パッと変えたり、はい、例えば、これ周辺の道路事情が、例えば僕みたいな、さっきも言いましたけど、僕のようなケチが、一般道路で目的地まで、例えばオートプラネットさんまで、一般道路で設定しているのに、はいはい、最初それで設定してた時に、渋滞情報が入った時に、はい、周辺の渋滞状況が変わりました。うん、ポーンという音と同時に、はい、有料道路をパッと選ぶと。うん、有料道路はおい指定してねえだろ、みたいなことが時々あったことがあります。なるほど。はい。私はね、毎朝通勤で70キロぐらい走ってくるんですけどね、はい、朝出発するときは9時到着予定って書くんですよ、はい。しばらく入って、まあもちろん渋滞とか入ってから若干9時15分とかなってくるんですね。あれ、15分も遅くなるかな。で、パッとなると、また9時ぐらいになってますよ。で、高速走っていいかなと思って、その後ね、また9時ぐらいになるんですね。で、その後ね、9時30分ぐらいになるんですよ。でもどう考えたらどんだけ混んでたって9時30分になるはずもないのに9時30分で出るんですよ。で、やっぱりね、着くとね、9時5分ぐらい着くんですね。はい、それが毎日でね、精度はもうちょっとよくなんとかしてもらわなきゃダメだなと。そうです。僕もね、Google マップと同時に使用して、目的地まで、はい、さあ、どのぐらい時間が変わるだろうかって言ったら、やはり、この車のナビは刻々と時間が変わるんですが、はい、Google マップも変わることは変わるんですが、はい、Google マップの方が最初から、もう、精度が高いですか？精度が高い、目的地到着時刻を示してくれてますね。はい。いや、これはね、本当早く改善してもらいたいポイントで、はい、でこれはまあ、ボルボのせいではないと思うんですが、うん、ビックスもいまいちですね。そうですね。渋滞してないところを渋滞と出したり、はい、めちゃくちゃ渋滞してるのを渋滞してないって出したりありますよね。はい。まあ、これはボルボのせいなのかなんかわかりませんが、はい、まあ、そういうので多分、到着予想時刻も狂ってきてるのかなというふうに思います。はい、それからもう一点。後席の膝回り空間がもうちょっと広いといいかなと個人的には思いますが、山下さん、そんなことないですかね。実は僕、お恥ずかしながら自分の車の後席に乗ったという経験がほとんどなくて、ね、まあそれは多くの方そうだと思うんですけど、ね、数週間前に、はい、豪華さんに運転していただいてこの駐車場の中で僕が後ろに乗ったということと、あと 1,2 回ぐらいしかなくてですね、はい、でも確かに他の FF のこの同じセグメントの車に比べると、うん、
ちょっと膝前の空間狭いかなって。ちょっと狭いなっていう感じします。まあ、それは不満ではないんですけれども、はい、あの、D セグメントという割には、あ、ちょっとミニマムかなと思う点はちょっとあるかなという。うね、はい、まあ、私の不満点はそんなところかなと、はい。もうね、山下さんはそんなにないんですよね。はい、ほぼないですもん。ではもうほぼ、はい、理想に、経営に近い車と、はい、いうことで、まあ、V60 や V60 クロスカントリーなさっている方は、私たちの、10万キロを超えたオーナーの意見というのをまた、ぜひ参考にしてみてください。もう一点、すいません。普通の車の、はい、例えば窓枠部分というのは、はいはい、アルマイトメッキという、はい、シルバーのメッキ、はい、まあ、この車でいうとこの、ルーフレールのメッキと同じような素材 で、ね、バレができているんですから、はい、ちょっと手入れをこう怠ると真っ白になっちゃうんですね、はい、ところがこの車の場合ルーフレールだけはそのアルマイトメッキでできてるんで、はい、そこだけはいつも洗車の時にもワックスかけたりとかコーティングしたりとか気をつけてるんですが、窓枠に関してはブラックアウトされてるので、はい、全くその心配がないと。確かにそうですね、はい、これってクロスカントリーだけでしたかね、黒は。クロスカントリーと一部ありました。あとダイナミックエディションも黒だったんじゃないかなと思います。なるほど、なるほど。はい。ノリアラさん買ったダイナミックエディションですね。そうです、そうです。はい。それ以外のシルバーの、はい、色をしたそのアルマイトメッキの方はちょっとね、そのお手入れは頻繁にされた方がいいと思います。私は頻繁に手入れしてないもんですから、このルーフレールがえらいことになってて、後で撮っときますが、山下さんのと私のとえらい違いが分かると思います。はい、で、それ磨いてもらったんですよね。そうです。でも、例えば磨いてもらう前も、ほぼ変わらず。うん、そうですか。はい。私は、あまり綺麗じゃないと思うんですけれどもね。はい。というようなところが、まあ、ありますので、ぜひぜひ皆さんご参考になさってください。